千葉市稲毛区で活動しております風見通りと申します。今日はねドラマチック風見通りということで頑張っていきたいと思います。ほぼほぼフルメンバー揃っておりますが、今年就職した若者が1名残念ながら来ておりません。それでもですね、来れなかった人の分も、精一杯演舞していきたいと思います。皆様に笑顔と元気、そしてよさこいの楽しさをお届けできるよう精一杯頑張ります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。クラウンシャイネスの森に差し込む光は私たちの行く先を優しく照らしてくれる。踏み出した未来のその先へ。この曲は私たちの10曲目の作品となります。これまでの作品がパズルのように組み合わさり、私たちをまた一つ成長させてくれます。お互いを尊重し、互いの成長を妨げず、お互いを思いやり、互いを高め合いながら、私たちの歩みは続きます。これが私たちのクラウンシャイネス。ご来場の皆様、そしてホストチームの前岡の皆様、イベントスタッフの皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。